シャミネ松江店。高架下1階にシャミネ松江店がある。奥に見えるのは市畑百貨店。シャミネ鳥取店のエントランスシャミネは西日本旅客鉄道の関連会社 JR 西日本産院開発株式会社が管理運営している駅ビル。産院本線の松江駅と鳥取駅の高架下を利用しており、それぞれシャミネ、松江とシャミネ、 鳥取の2店舗が存在する。以前は、山陰本線、乃木駅に、うどん店をテナントにした、シャミネ代表があった。1970年代後半頃に、山陰本線の松江駅、鳥取駅の公開期間によって開業。松江店は、ファッション、暮らしのサポート館、縁結び通り、食の専門館、ごちそう広場味、綾野の4フロアと、 駅西側高架下に分かれ、それぞれ各店舗がテナントとして営業している。鳥取店は2階建てになっており、1階部分は飲食、土産品店関係のテナントが入居している。2階部分は主にアパレル関連のテナントが入居していたが、テナントの撤退が相次いだ。2014年3月19日にワンフロアで全館リニューアルオープンし、参院初出店となるテナントが、 複数オープンした。2015年10月16日から、当時、山陰地区の JR 西日本の在来線では、対応エリアがなかったが、両店舗とも、アイコカ電子マネー、楽天ウェディ、ID、ワオン、7個が導入された。これにより、交通系、IC カード全国総合利用サービス対応の、各 IC 乗車カード、楽天ウェディ、ID、ワオン、7個で、 ショッピングが可能になった。両店舗とも、駅コンコースに直結しているために、鉄道利用客の利用が多く、観光、規制客が土産を購入したり、待ち合わせに用いたりする姿がよく見られるが、両店舗ともに駅に隣接して、デパートがあったり、付近にショッピングセンターが存在したりするので、単独での利用客はそう多くはない。ありがとうございます。